通ればチャンス、ワンタッチ、ここもチャンスになる、ヒール流してシュート打った、決まった、見事な、ここはワンタッチでの展開でした。前半の19分、徳本でしょうか、先制点は FC 琉球。前半の19分、もう一度ご覧いただきます。まずこの大きな展開から、徳本ヒール流して、もう一回この左サイドからギリギリのところ、決めたのは